あなたはこれからお見合いをします。ふざけないで帰るわ。ちょ待ちなさい。話して。だって結婚しないでどうすんの。私は恋愛もしたくないし、そういう感情もないの。だから一人でも生きていけるし、別にそれが寂しいとも思わない。変なのかもしれないけど、それが私だから仕方ないでしょ。女にとって恋愛が全てで、結婚が人生のゴールなの。その後もめちゃめちゃ人生続くんだけど、てかその後の方が長いし、しんどいこと多いんだけど、舐めてんのみたいな。どうして自分が思ってること話したり表現したりするだけで怖くなったり恥ずかしくなったりしなくちゃいけないの。お姉ちゃんってレズビアンなんでしょ。別にお姉ちゃんがそうだとしても、うちらの中に誰もそれを否定する人いないよ。だから違うって言ってるでしょ。なんでそうやっていつもこうじゃん。恋愛とか結婚とかそんなに重要ですかね。全く同じです。え、さっきキスしようとしちゃったのは、そばつさんのことが真剣に好きだからね。俺さ、ゲイなんだ。そうな。驚かんの。なんでお前やっぱ変なやつだな。お前が決めたんだな、それがいい。私はこのままでいい。